if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word.はい、皆さんこんにちは、しょうこです。今回全く音声が取れていなくて、こんな風に後日収録した音声とともにお送りしております。本当にすみませんでした。はい、この何でしょうを寄せてるかはまた後ほどわかると思うので、ぜひ最後まで見ていただきたいんですけど、決してガンをつけているわけではありません。はい、で今回しょうこ美人化計画2回目ということで、4月に大阪の方に日帰りで行ってきました。で、前回同様セレクトクリニック様でお肌の施術を受けてきました。もう最高でした。今すっぴんの状態で準備してもらっているっていう感じですね。はい、でこの方が森くんって言って、今回いろいろとお世話になったんですけど、終わるの早っ。森くんは私がリハビリでお世話になってる熊本の病院で理学療法士をしてるんですけど、今ね、大阪の J ワークアウトという脊髄損傷専門のトレーニングジムに半年間勉強で行ってるので、今回大阪に行くっていうことでちょっといろいろ不安だから手伝ってって声をかけたら快く受けてくれたので、はい、そんな心優しい方です。で今一つ目のフィーリング、ミックスフィーリングっていうのを塗ってます。これは角質を改善しながら新しい肌の改善を促すシステムフィーリングっていうので、この後にレーザートーニングっていうものをするんですけど、それと併用することで集中して効果を高めることができるみたいです。はい、これはね、もう全く痛くないんで、こんなやって楽しそうに看護師さんとおしゃべりしながらやってます。はい、で次はですね、ピコレーザートーニングっていうのをやってます。これがね、もうなんかね、なんかゴムでパチパチ弾かれたような痛みがあって、ちょっとね、早く終わんないかなと思いながらやってます。でこれはピコシュアというレーザー機器で、お肌全体にレーザーを照射して
熱ではなくて衝撃波でメラニンを粉砕させて色素を除去するレーザートーニングみたいです。私は黒ずみの毛穴がもう気になるのでそれをなくしたいのと、肌のくすみがちょっと気になるのでこの手術をしてもらってます。はい、なんか多分痛いって言いながらこらえてる状況ですね今は。はい、もう看護師さんとかもねめっちゃお肌が綺麗でこんな風になりたいなって思いながら見てました。はい、かっこいいで、これは手にも今回やってもらったんですけど、なんかねやっぱ手が麻痺してるとだんだん、私だけかわかんないんですけど手がね汚くなってくるんですよね。でちょっと色素沈着みたいになって手の甲が黒ずんでるので、これがめちゃくちゃ気になってて、でそれをご相談したら手にもじゃあ打ってみようかっていうことで打ってくれてるって感じです。ほらあの黒いのがね気になるんです。はい、でこれは私が一番気になってる目の下とかやってもらってる感じかな。なんかこの姿を見られるのめっちゃ恥ずかしいですねはい、で、まあ、レーザーピコレーザートーニングが終わったところです。で次が今回初めてやったボトックス注射、このおでこのシワをなくすためにねそれを打ってもらったんですけど、これはなんかちょっとねこの後注射をおでこに刺すのでちょっとあまり見たくないなっていう方はスキップしてもらった方がいいかもしれません。はい、でこの注射はなんかですね筋肉の発達を弱める治療みたいで、なんか最初はなんかボトックス注射ってちょっと抵抗があったんですけど、私はねもう結構おでこのシワっていうのは気になってて、特になんかお化粧をした時にシワの線が出やすくてお化粧がよれたりしていたので、ちょっとねちょっと怖かったけどやってみました。でまあこの効果がなんか思ったよりもなんかすごくて、個人的にはやってよかったなって思ってるので、また後ほど1週間後のおでこの様子をお見せするのでぜひ見ていただきたいなと思います。まあでもね本当個人の判断でするものなので、あくまでも私はやってよかったなって思ってる施術になります。はい、なのでやっぱ注射を打つって痛いっすよね。で最後にセレクトクリニックさんが作ってるこのシートをパックかをしてもらってるって感じです。この後お肌がプルプルになってたのでめちゃくちゃテンションが上がりました。この痛みにも解放された顔をしてますね。はい、で終わったのでメイクルームでなんかふざけてますね。化粧直しとか髪の毛をちょっと直したりとかしました。どこも綺麗にしてあるし、セットのするのも置いてあるので本当に助かります。はい、まあ、今回はこんな風な施術をしていただきました。本当にいつも優しく対応していただいてありがとうございます。はい、で新幹線まで時間があったので、今回、いろいろ手伝ってくれた森くんと、まあ、カメラマンで一緒に同行してくれた彩花ちゃんと3人で、串カツを食べました。はい。たくさん話せて楽しかったですね。大阪満喫できてよかったです。やっぱね、一泊とかで来れるようになるといいなって思いながらも、日帰りでも、大阪に行けるっていうのは本当にすごい世の中ですね。これも美味しかった。トロトロこのトロトロ。はい。
ということで、解説はこの辺で終わりにしたいと思います。いい一日を過ごすことができました。まだもう少し動画が続くので、ぜひ最後まで見ていってください。今日でセレクトクリニックで施術をしてからちょうど1週間が経ったので、ここに打ったのボトックス注射の効果をお見せしたいなと思います。で、大体1週間ぐらい経ってから効果が出始めますよとのことでした。で、今日がちょうど1週間です。いきます。伝わるかな。なんかここにめっちゃこうシワが寄ってたんですけど、上向こうとするとそれが寄らなくなりました。めっちゃすごい。ここにめっちゃ刻まれてたのに、そのシワがなくなって、あと私ちっちゃい頃に自転車で転んで怪我をしてここを塗ってたんですけど、その後もう消えてるよね。はいね、消えてるからちょっとびっくりしました。